どうもウィンズ平坂です。こちらは毎週レギュラー番組を担当させていただいております FM 大阪のビルですね。今日はそのレギュラー番組情熱サンデーの番組制作風景を皆さんにご覧いただこうと思います。よろしく。さあこちらが控え室でございますね。今日の情熱サンデーの進行表が置かれております。控え室なかなか豪華でしょう、ね、こちらで打ち合わせした後番組収録が始まるということですね。おはようございます。イエーイ、ただいまから、番組ですね、まあこれ収録ってまあ生収録ほとんどそのままですもんね。そうですね、これがあの収録と、収録じゃないです。これ日曜の朝ですから、はい、ね、はい、もうそうですよね。ディレクター、そう、ほらほらほら、今日朝6時に起きましたよ、ね、そうですよ。今日もこれ朝早くからね、お届けするんですよ、まあ皆さんにとっては収録ですね。これあの YouTube ご覧の方にとっては収録してるから、はい、この今日はですね、あの9月の6日、はい、これ朝早くからFM 大阪に詰めて来てるわけでございますよね。大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。じゃあいつものね、パターンで、はい、見えますか？これ藤木さんの間にこれはアクリル板あった上にこのマスク、はい、ほんまにどんだけガードしてるんですか僕の。そうですよ、平坂さんが声でかいからこっち気味なんですよ、よく見たら。そうでしょう、マイクがね。おお、これアクリル板もそうなんですよ。ゆつきちゃん側に寄ってるでしょ僕の声がね、アクリル板に反射してね、反射するんです。だから僕のより遠くしないと僕の声変になるらしいんですよどういうことですか。日に日に日にこっち寄ってきてますよねそうですね。ということで早速もうすぐ8時ですのでね、始めないといけません。ディレクターではよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、ウィンズ平坂の情熱サンデー。情熱をの情熱サンデー。お相手は私ウィンズ平坂のリーダー、平坂61歳とゆつき22歳です。さあこちら堺市中本の工事ですさんですからね、はい、CD も希望いただいてますが、もう 7,8 年毎週聞いてますよと、8月30日聞いてみたら私の名前が呼ばれびっくりです、ありがとうほんでこの間堺市三国ヶ丘にある上新電機さんの店員さんにウィンズ平坂さんの上長の上心の情熱をなくさないで知ってはりますかと聞いてくれたようです。そしたらなんと知らんと言われた、知らんと言われたということでございますね。
どん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 皆さんね、上司に投げたら、はい、このかかってる曲、うん、いい曲ですね言うてね、はい、誰の曲ですか聞いてくださいよね、みんなで共有してください。そうそう、知らん言ったらウィンズ平坂やでFM 大阪で日曜の朝番組やってるでって言うといていただけるとね、はい、非常にありがたいでございます。さあ、この番組2つのコーナーがあります、うん、まずは先週と和歌山のホットな情報をお伝えする今週の先週情報では、素敵なお店や会社を紹介しますよ。そしてこの曲 AY 師匠のコーナーでは、私ウィンズ平坂が作りました曲を一曲しっかり皆さんに、お伝えするという自画自賛のコーナーでございます。自画自賛のコーナーですね。そうそう、そういうことですよさあ、そして番組からは2つのプレゼントがあります。まずはウィンズ平坂のアルバム還暦、なんと CD18 曲に加えて DVD も18曲というとってもゴージャスな2枚組でございます、はい、こちらをお一人にプレゼントいたしますよ。ただこの番組内で一度もウィンズやウィンズ平坂の CD に当選したことがない方と限定しておりますので、初めての方またはご応募いただいてますが、まだ当たってないという方はどんどんリベンジください、はい、欲しい方はどこかに CD 希望とお書きいただけるだけで OK でございます。そしてもう一つ、ファイテンからは非売品ラバーブレスを毎週お二人にプレゼントいたします。こちらは当たった方もまた当たりますよ、はい、欲しい方はどこかにファイテン希望とお書きください、うん、毎週2名の方に当たります。さあさあさあ、リクエストやメッセージ、プレゼントの希望の送り先はFM 大阪のホームページ内にありますリクエストページからウィンズ平坂の情熱サンデーを選んでお送りください。発送に必要な住所と氏名の入力も間違わないようにお願いします、はい、それでは8時30分までお付き合いよろしく。この番組は西天満スマイリー歯科パドミニ塾関西の提供でお送りします。Laugh and music. FM Osaka. 851. 851.続いて FM 橋本のレギュラー番組を紹介しましょう。スタジオは番組スポンサーでもあります向井米国店のお隣です。早速局内にお邪魔しましょう。おはようございます。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、ではスタジオの方に失礼します。はい、はい、電気ついてなかったというねはい、入ってまいりました。こちらが、ほら、スタジオいくつ、こっち側が何スタジオでしたっけ。こっちが第2スタジオです。第2スタジオ、はい、はい、で、今から生放送するのが第3スタジオ、はい、第1スタジオはどこにあるんですか。そしたらここが、ね、一応第1じゃないですか。ここが第1スタジオ、はい、今第1スタジオから第2スタジオに入ろうとしてるんですね。そういうことです。あららららららら、もう7年間やってきて初めて、さっき通ってるとこが第一スタジオということに気づきましたね。はいはい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。もうすぐ本番が始まりるわけではない。ヘッドホンするの忘れてましたねはい、では平岡さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。大先生、はい、というわけで、あと20秒で本番がスタートすると、はい、いうことでございますね。はいはいはい、選手は明日へとの、始まりますね喋ってる場合じゃないですはい、10秒前です。すみません、はい、よろしくお願いします。何の整理もしておりませんこのメッセージはーい、番組入りまーす。スタートいたします。ウィンズ平坂のヘリクツダイヤー。この番組は僕平坂の地元小屋口の美味しい和洋菓子なにわ堂と、創業明治7年向井米国店ミスタータイヤマンでおなじみの増田タイヤ商会の提供でお送りします。どうも皆さんこんにちは。今日も水曜お聞きの方にとっては生放送
そして日曜お聞きの方にとっては再放送で、お届けいたします。パーソナリティは私ウィンズ平坂のリーダー平坂と DJ は平岡です。よろしくお願いします。はい、今日はですねこの番組の PR 動画を撮りながらの放送ということでございますよね。はい、だいたいこの PR 動画がアップされるのは10月に入ったぐらいになるんではないかなと。あ、1ヶ月後ぐらいですかね。1ヶ月後ぐらいかな。はい、なるほど。どんな顔をしてるのか、平岡さんがどんな顔をしてるのか、私ウィンズ平坂がどんな顔をしてるのかというのもね、はい、YouTube でご覧いただける日がやってくると。はい、もうすぐ。いや、カメラ回ってるってなんかちょっと新鮮ですね。そうですよね。ねえ、なんか新鮮というか何の緊張もないですよね、平岡さん。いや、あなた緊張感ありますよ。ほんまですか？緊張してますっていつもより。はい、少しだけね。今日も来る途中もねスタジオを撮らせていただきながら、はい、こんな感じの、もういきなりいきなりでしたからね。いや、俺初めて気づいた、これ。はい、この番組させていただいてもう7年になるんですけど、はい、ずっと来る途中通ってるとこが第一スタジオだったんですね。そうなんです、実はね。え、はい、でも、まあ、この手前にある左側のブースがね、ここはスタジオ名って聞いたら第二スタジオって言うんですね。はい、あ、なるほど。いつも僕が放送してるところはね、やっぱり一番大切ないいところで第一スタジオなんかなって。で、いつもやってるとこは第一ですかって言ったら、いえ第三ですって言われて、はい、いや、ほな第一どこにあんねん言ったら、来る道の何ですか、通路が第一スタジオだったんですね。通路が、まあ、通路からも一応放送できるんですよ。あ、通路からも放送できる。実はこれはすごいわ。はい、俺毎週この後行ってる FM 大阪、通路からはできません。スタジオは10いくつありますけども。いや、それだけ狭いんです。通路もスタジオにしないといけないぐらいね。なるほど、これ合理的に使ってるということか。そういうことです、そういうことです。そうなんですね。はい、いざとなった時にね。はい、それは失礼いたしました。はい、ね、今日は画像でもね、ゆくゆくご覧いただけますので、はい、説明しておきたいと思います。このようにですね、マスクをしながら、はい、どうでしょうね、2メーター弱空いてますね、平岡さんと私。そうですね、1メーター6、はい、大体人間の身長分ぐらいは大体空いてますね。はい、うん、こういう感じで、新型コロナの感染対策も施しながら放送しているというのが、はい、これ改めて、はい、これ動画をご覧いただけると。でもただこれ放送を聞いた人は、おほんの一旦見てみようかって、もまだ上がってないですよ。はい、これ、ね、今から撮って、はい、まあ、大体9月の末か10月、初めに。これFM 大阪も実は今番組の PR を兼ねて、はい、その動画撮ってるんですよ。あ、すごいですね。それとそちらも、そちらと引っ付けますからね。え、引っ付けるんですか。 FM 大阪の後にこの FM 橋本が。はあ、それはなんか恐縮しちゃいますね。はい、いやいや、やっぱりね、はい、何でも曲でもそうなんですけども、最初はそんなに最高にね、はい、メロディーからいくとサビが目立たない。だから前にですね、梅雨払い的に FM 大阪の番組を撮らせていただいて、その後にこのメインの FM 橋本さんの番組が入るように。メインですか。あ、そうですか。ありがとうございます。やはりもう私、ウィンズ平坂にとっては、メイン、あかんわ、これ。YouTube やから FM 大阪の人にも。見られますよ。見られる可能性がありますね。そうですよ。FM 大阪の皆さん、失礼いたしました。先ほどものは全く別の話でございます。FM 大阪がメインで、その後に、ちょっとこう FM 始めと付け足すと。そういうこと。おまけですか。おまけ、あ、ちょっと待って。これまた向井社長に聞かれた。これまずいな。会長も聞いてますよ、きっと。いや、ちょっと待って。どっちもメインのですね、はい、この動画を撮るという。ああ、そうですか。苦しくなってきましたね。苦しくなってきましたね。このあれですね、いろいろと世界から見ていただけるというのはね、インターネットの時代便利ではあるんですけど、はい、困ることもございますね。みんな見てますからね。どこで誰が見てるかわからないっていうね。じゃあいいですか、
みんなの幸せを世界中の幸せを願ってます。でも絶対一番俺らしくないコメントらしくないですねはい、すいません、失礼いたしました。本当のことを言います、はい、僕だけの幸せのために今日も頑張りたいと思いますそれが一番平坂さんらしいですというわけで、はい、皆さんからメッセージいただいておりますので、はい、早速紹介してまいりましょう。お願いします、ね、はい、もうかわいそうなことに私ウィンズ平坂のセブンデイズなくなってしまいましたねえ、今日もでもメッセージたくさん来ていただいてね、そうですね、送っていただいてますよ。はいはいはい、まずはというか、これあれですか、一応平岡さん大雑把整理してくれてる感じなんですか。大雑把には、はい、かぶってる曲とかね、はい、持ってきたりとか、曲とか同じ曲へのリクエストは一つになってたり、そしてヘリクツ相談室をちょっとね頭に持ってこさせてもらったりはしてますけど、ということはこれあれですね、何枚かページを、めくったところにこれ全力投球へのリクエストが来るということになってるわけですね。はい、あ、分かりました。やっと今本番前、はい、本当に時間ない、はい、いえいえ全然大丈夫です。私も目を通すどころかビデオの用意しておりましたから、ね、ビデオに必死でしたね。さ あまずは神奈川県のマームさんからのメッセージでございます。リクエスト曲は全力投球にいただいておりますね、はい、こんにちは。晴れているのですが急な雨があったりと落ち着かない日々が続いています。ウィンズ平坂さんのブログに5種類の平坂さんの顔写真なんと思わず笑ってしまいました。こういう発想する平坂さんはまだまだ前向きに走れそうですね。どういう意味なんでしょうね僕も思いました。あ、見てくれましたか。見ました、笑いましたえ、平岡さん、その昨日のブログのね、はい、昨日と言いますから、これ9月の8日ですか、はい、9月の8日のウィンズ平坂オフィシャルブログに、はい、ネタが切れもありまして今年ライブがないじゃないですか、なんかみんなで選んでもらおうと、はい、いうことで私の車運転中で運転中に撮影してるんじゃないですか、これ一人で運転しますから、はい、信号待ちとか結構長い信号の時にパカッと1個取って、はい、また1個取ってみたいなで自撮り、場所は違うんやけど、はい、撮ったこの何ですか、顔がはい、ほとんどあんまり変わってなかったりしますね。ね1から3まで一緒じゃないですか。だからそこがツッコミどころがもう何を言ってすごすぎて、これ一緒やんと思って、ね、この何ですか、黒玉の位置って微妙に違うんですよそんな違い、ね、そんな。で、平岡さんはこれ何番が良かったんですか、これ。僕はね、どうでしょうね、じゃあ2番ということで2番ですか。2番、誰もいませんでしたね。これすでに掲示板にね、ナンバーが良かったかった、はい、圧倒的にね4番がいいんです。ドヤ顔の平坂さんですね、これ、そうそう、横向いてるね決め顔のそうっていうか、逆に言うと一番顔がちっちゃくなってる僕じゃないですか。ああ、そうですね。あと影もね、なんか結構あって顔見えづらい感じですね、うんうん、アップあかんのかって話ね、うちのファンの大半がその4番ですが、あ、こちらはね、今言ってるこの動画なんですよ、写真の方は、はい、うちのウィンズ平坂オフィシャルサイトの方でもご覧いただけますけどもね、はい、で投票はですね、はい、この番組にいただいてもいいですよと言ったんですけど、ウィンズ平坂オフィシャルサイト内の掲示板と皆さんのね、ファン同士のやり取りであったりとか、まあ僕らのメンバーとファンとのやり取りとかね、だいたい毎日私か、はい、今この水木はですね、各メンバーに週替わりで担当いただくんですけど、今週は金城さん、キーボードね、金城さんなんですね、ご紹介どんどん書いてください。はい、さあ、マームさんから全力投球にリクエストいただきましたが、続いてソフトバンクファンさんからもこの全力投球にいただきました。では1曲目、すごいよ今日は、はい、まだ10分経ってないのに曲オンエアやで。こんなことないですね。めったにないですよ。ビデオ効果でしょうか、これは。ビデオ効果なのかと。これただビデオでこのままオンエアするとこね、はい、載せたって、はい、これビデオ見てる人暇ですやん。あ、そうですね、確かに、だからビデオはこの辺りで打ち切りにしたいと思います。はい、はい、ということでこんな感じで FM 橋本さんもね、進めさせていただいてます。何こびてるんですか、全世界の人に。いやいやいや、 YouTube やってもたらもう平岡君手振ってこび始めてますよそう、しっかりしとかないとということで、はい、この辺で FM 橋本さんのね、こう、はい、YouTube 動画はガラガラポンということで、終わりです。ありがとうございます。では放送機の皆さんにはお届けいたしましょう、リクエスト
ントをいただきましたのが、木の川市のソフトバンクさん、あ、噛んどる噛んどる、よかったよかった、ここ動画もなかった、全然ダメじゃないですか、ソフトバンクファンさん、木の川市の、そして神奈川県のマームさんからリクエストいただきました、全力投球です